台白山は、大韓民国の関温度名古士軍、旗前軍、台白市、京将北道笹久郡の境界にある、標高1567メートルの山。1989年5月13日に、関温度の同立公園に指定され、2016年4月15日に、国立公園への昇格が決定し、2016年8月22日から、 大韓民国で22番目の国立公園となった。国立公園としての面積はおよそ70平方キロメートルに及ぶ。古くから民族の霊山と称され、高来の時からここで管理や百姓たちが天庭と共に過ごした。大白山の頂上部は複数のピークが連なる形になっており、その中心に位置しているのが、 標高1567メートルの霊峰で、ここから北側に、同じく標高1567メートルの将軍峰、東側には標高1546メートルのプソ峰を経て、標高1517メートルの文州峰が、連なっている。山頂周辺で最も高い峰は北側に位置する、港白山である。大白山は、風水思想において重要とされる。 白桃山から南へ伸びてきた白桃大観が南西に向きを転じて地理山に向かいそのまま南へ伸びる落桃町脈と分岐する場所でもある。関温度大白シアナ道に属する大白山中の標高1460メートルの位置にある持ち鏡寺は文殊菩薩像を祀る仏教寺院である白木の掃除像が混流したとされる寺の入り口にある 竜の泉と称される泉は、韓国で最も標高が高い泉として知られている。大白山の頂上付近の山寮は、筒子や古い種の一位の茂みが広がっており、春の開花の時期や冬の無氷の時期は、絶好の観光シーズンとなる。霊峰の山頂には、古代から付属の様々な儀式が行われてきた、天根祭壇と呼ばれる祭壇があり、主要民族文化財、 第228号に指定されている。登山口にあたるタンゴル広場では、毎年おおむね1月に大白山雪祭りが開催され、また、炭鉱博物館が設けられている。大白山周辺は、豊かな自然に恵まれており、絶滅危惧種22種、天然記念物10種を含め、全2637種類の野生生物が生息しているとされる。 大白山国立公園事務所は国立公園内に分布する外来種の木や総本類を除去し在来種に変えるという国立公園管理原則に基づく措置として20世紀初めに日本から持ち込まれて植林されたカラマ松の伐採を推進すると2016年に発表した。もともと一帯には赤松があったが 日本統治時代の金棒での炭鉱開発の際に赤松は大量に伐採され代わりに植えられたのが唐松だったという伐採を要する唐松は50万本と見込まれたありがとうございます